はい、皆さんこんにちは、サルです。今日もねポケストスタイルで外に来てます。よければ最後までご覧ください。今回もですねポケットストーブでやっていこうと思いますが、今回は特にポケットストーブ用の燃料について考えてみたいと思います。風防については見た通りね、足の長さがぴったりなので風防はねとてもつけると安定してます。五徳の方もねお気に入りで今すっかりね、馴染んでます。これセリアで買ったインテリアトレイというものです。こちらに固形燃料を詰めてます。でこの固形燃料を詰めるシーンがですね、取れてないんですけど、消してしまったんですが、このようにですね厚手のアルミシートの中に切り刻んだものを入れてまして、これをね今回ポケットストーブ用に使ってます。元にしたのは、これカインズで売ってる、1個20円ぐらいのねブルーの固形燃料、100均のものとねおそらくほぼ同じだと思うんですが、安いのでねセリアのものを使ってます。でこんな風に 450ml の100均のねマグ、取っ手を外したものですが、こちらに網ですね、シェラカップの網を敷いたもので湯煎をしていきます。まあ、これはね毎度の、儀式なんでね。で今ね11時30分ちょうどですね、31分かな、はい、ここからスタートします。でまずはね、まだ今日何もね口にしてないので、甘酒をねいただきたいと思います。天気いいんですけどね、ちょっとやっぱり寒いのでね、熱々のものをいただいてからと思ってます。こんな感じでですね、ちょうどいい燃え方なんですね。これはいいぞ。一気に燃えちゃうとですね、燃焼時間が短いので火力は強いんですけどね。いい場所ですね、ここも。これ公園に行くとですね、こういうゴミを捨ててる方がたくさんいてですね、けしからんなと思いながらですね、いつも拾ってます。あんまりそういう柄でもないんですけどね。この燃料の作り方ですけど、ブルーの固形燃料をサイコロ状に切って、あと丸いので切りにくいとこはたくあん状にスライスして、でセリア の金属のブリキの入れ物に、アルミを敷いてサランラップを敷いてその中に敷き詰めて、なるべく隙間が開かないようにびっしりと敷き詰めて、四角く形を整えたという作り方です。11時37分なので今ね7分間ぐらい燃えてますね。以前はね固形燃料全体が露出している感じで火をつけたので全体が燃えて、結局ね2つ一気に燃えた感じで火力は上がったんだけど10分間で燃えてしまいました。で今回はこんな風にアルミ箔で露出している部分を、通常の固形燃料1個分ぐらいの面積にしてますので、しかもね上の面だけなのでゆっくりと燃えてる感じですね。これが理想的ですね。はい、10分経過したけどね、なんか全然減ってない感じに見えますね。素晴らしいね、これどんだけ持つんだろう。で中にね、甘酒も入れてるので実質 500cc ぐらいの、水を沸かすのと同じかそれ以上の熱量がいると思います。はい、15分経過したけどねなんか全然減ってる感じがしないのと、あとねお湯沸いてはいるんですけどこっちは熱いんだけどこっちがねいまいち熱くなってないので、甘酒の方がねちょっと火力をね強くしたいんですよね。ということでトングを使ってですねアルミシートをちょっとこう開いてね開口部を広げてます。はい、これでねだいぶ開きましたね。最初に比べたら、2倍以上のね面積を開いてると思います。はい、今20分燃え続けてます。
間もなく25分経過しようとしてますね。で、湯の方はね結構空いてるし、こうねコップもね、コップとかその内側の湯煎した甘酒もね結構熱々になりました。でまだね固形燃料こんな感じで、どうでしょうね、あんま減ってない気がするんですけどね。25分燃えて、なんかすごいエコな感じです。30分ほど経過してもまだこんな感じで、ゆっくりとね長く燃え続けてくれる理想的なね、固形燃料です。熱々でした。いただきます。熱くて持てないぐらい熱い、こんなに熱くなった。まあなんだかんだって1月中旬でね寒いんでね、あったかいものはね美味しいですね。レギュラーメスティン登場。まだ火がいっぱいあるのでね、込めたこっかな。これ皆さん分かりますかね、セリアのボトルですけど、最初にあの米っていうところまで米を入れて、で水をねたっぷり入れて 2,3 回ジャブジャブって湯水で捨てるじゃないですか。で水1っていうところまで水を入れてくるんですよ。今ね米が膨らんでますよね。もう1時間ちょっとこれ使ってるので、米が水を吸って米のラインよりも上に来てますけど、もともとは米っていうラインのところにぴったりお米を入れてました。で水を吸って米が膨らんでる状態、これ説明が難しいんだけど、米を入れた状態で水1まで水を入れて、でその後米を抜いた状態で水2まで水を入れるとね、ちょうど結果的に米の量と水の量が一致するように作ってます。そういうメモリーです。はい、やっぱ冬なのでね、水を触りたくないというもう無性な気持ちでね、こういう工夫をしてます。はい、必ずこうなるんですね。米がね、ボトルの内側にくっついて残るんです。これはもう前提なんです。まあ想定済みなんです。でこれに水にまで今度水を入れて、まあ勘がいい方はねもう分かりますよね。はい、水にまで水を入れました。で振ります。はい、で米がなくなります。はい、この通りです。米がねなくなりました。ちょっとね栗ご飯にしましょう。シロップはね捨ててきてます。栗だけです。ちなみにねまだこんな感じで半分以上残ってる気がしますね。いやー今日はね1月なんですけど、もうめちゃくちゃあったかいですね。雪国とかはねなんかすごいんでしょうね。名古屋はね申し訳ないぐらいあったかいですよ今日。お味噌汁用の水、すごいね。今45分経ちました。あ、消えてましたね。消えてました。米まだ炊けてませんね。ちょっともう一個燃料投入しましょう。でもね、結構熱くはなってますね。これね、日年産の固形燃料。まあ、一番私がよく使うやつ。それからこれね。これも日年産の固形燃料。ポケストとね、相性抜群。まあこれね喋りながらね撮影しながらやってるのでね、もたもたしてるんですけど、
もう少しねテキパキやればですね、最初に持ってきた固形燃料だけで、湯煎とメスティンとあと味噌汁までねできたと思います。パリパリになってる。これね、持ってきた燃料が燃え終わった後です。こういうね、なんかロウみたいなものができるんですよね。残ったんですよね、さっきのアルミ箔で。なんでしょうね。おそらく燃えかすというかね、燃え残りになる部分ですよね。あれもですね、後で火に投じるとよく燃えるんですけど、燃料と一緒にはね燃えてくれない感じですね。さあ、火が消えましたね。しばらくね、蒸らしておこうと思いますけど、冷めないようにね、こんな風に五徳を使ってね、ちょっとこう鉄板からね浮かしております。お味噌汁のあさげですね。あさげ、ポケスト1個でね、ご飯を炊いて甘酒を飲んで、でこうお味噌汁もね入れてと、いや本当にね、少ない荷物で近場の眺めのいい場所に出かけていって、外で食しようと思えばですね、お手軽でね、これはねおすすめなスタイルですよ。ちょっと待ちきれないので開けてみましょう。ここでね、これがあるとねめっちゃ便利なんですよ。こう持つとねめっちゃ熱いんですよ、これ素手で持ってない。ここだとね素手で持ってるんです。いきます。おー、これはちょっときたんじゃないかな、これはちょっときたんじゃないかな、これはちょっと来たぞ多分。熱いのでね。おー、これは来てますね。これは来てますね。もうね、これだけ美味しい栗ご飯炊けたらですね、おかずはいらんですね。もうね、思わず拍手ですよ、本当にね。これはね、ちょっとね、おかずがいらないパターンでしたね。はい。メスティンのお米はね、本当に美味しく炊けますよね。いやー、うまかった。蒸らしの時間がね、わからんかったけど、まあ、水にね1時間以上つけてたので、まあ大体蒸らしがね少々短くても芯が残ることはないですね。メスティンの底にはね焦げ付き防止のね100均のシートを敷いてます。洗うの簡単なんでね。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。